はいどうも、大気の器チャンネルです。どうも皆さん、お疲れ様でございます。はい、えー、っと、本日はですね、12月、えー、12月の6日、6日の木曜日、はい、ソフトバンクの障害がですね、えー、私の方にも影響がありましてですね、えー、皆さん、県外になったみたいですけど、僕はですね、うちの坪八で仕事をしてたら、4G が 3G になりまして、 午後、今日はもう昼からずーっと 3G のまま、はい、回線が行きまして、あの 3G ですから全くネットにね、つながる、繋がるんですけど、もう遅い遅い。ものすごい不便な状態でした。はい。というわけで、12月6日です。えー、昨日とおととい、どうでしたか大液の器チャンネル、えー、雰囲気を変えました。水銀靴そして、えー、昨日は何でしたっけあー、スポット。ね。ああいうふうにですね、商品を見せろと。 頑張っていきたいと思いますああいうことできるんです僕はああいうこともできるんです,あでんですまあ視聴回数はこれと言って変わりませんでしたけどもはいちゃんとそういった活用をしていこうかなと思いますで a、えー、今日の大木のうざんをですね皆さんにあのー、水金靴の旅出ましたホームページ見てください、えー、奥田大樹が行く大木のうつは水金靴の旅 a、えー、もう 2017年のくれぐろから止まってるんじゃないのかな <laughs>。今年はどこも行ってないっていうね、あのあれなんですけどね、もうお前、全然水金窟のこと追いかけてないだろうと言われるのがね、もう陥チでございますけどもね、い <laughs> きます、ついにいきます、はい、ここいきます、<laughs> 山の上公園芸術の森水金窟、奈良県のえあれですね宇田市、室生ですね、は。い 山上公園かな山の上公園園かのっていうかな、はい、ここに水菌屈あるみたいなので、こちらに行って行きます。近いうち行きます。えー、年内、年内は行けないかな <laughs> ちょっと年内は忙しいので行けないかもしれませんが、次回、大器の器、水金屈暖房器はこちら。奈良県。 山の上公園芸術の森、水金窟すみません、三条公園かもしれないです、えー、奈良県の宇田に行きたいと思います。そして、行ったらですね、もう一つ、えー、近いですから、えー、桜井、この神社にあります、成城の音、これ、水金屈、奈良県、水金屈、あります、こちら行ってですね、えー、水金屈探訪機として、えー、またアップをさせていただきたいと思います、この2つ、同時に行きたいと思います。 えー、太郎の、えー、あそこですね、大観賞跡、大観賞跡の水金窟跡、あそこ水金窟跡があるんですよ、太郎大観賞には。であの、函館の五稜郭、函館の五稜郭、まああの、観光用にも整備されてますけど、あそこの、まあ、と武家屋敷、まあ、五稜郭の中の、まあ、中心ですよね。あ,のあそこにも えー、水金屈の跡があるんで「すよらき焼きの亀」ってもうね書いてあるがらき焼きの亀がここに埋まってましたって言うんですよだから、まあ、当時から、まあえーまあ、五稜郭ですから、まあ、幕末ですよね江戸末期ですよね江戸末期の頃かららき、まあ、で作った亀をは函館まで運んで,でそこであの五稜郭っていう、まあ、あれ西洋式城塞を日本で作ろうとしたまあ,あの武家屋敷というかまあ,あのななんて言うんですかね まあ要塞ですよね、あのー、武人の、まあ、幕府やり、そこの、あのー、えー、大官が建てる、まあ、大官所みたいなもんですが、そこの、あのー、屋敷の玄関にあの水銀靴を設置してたんですね。で、それが信楽焼の亀を使ってるんで、まあ、当時からそういうふうに流通があって行ってたみたいなんですね。で、まあ、それと一緒でしょうね、太郎の大官所跡にも、あの大官所の言うた屋敷の入る跡にも、 屋敷の玄関の後です玄関の時に水金屈跡っってていうのが残ってるんですよ、あのー、だからまあそんなにあの江戸の初期とか中期っていうことはないと思うんですけどまあ多分江戸時代あの徳川幕府のようですね徳川幕府の時代が進むにつれて水禁窟っていうのをまあ結構あのしっかりとしたその公的な屋敷公的な場所とかにはあの設置するということが あの行わでまあまああのー、まあそれぐらい今何、えー、て言うんですかね、あのー、ちゃんとしたそういった権威のある場所に水金窟っていうのが置かれていたとそういう装置そういう人をもてなすもてなしてたのかなもてなすような装置だったということらしいです多分そうだと思います五稜郭にもあるし大干渉太郎の大干渉跡にもありますので多分そういうことだと思います。 まああの武家屋敷的には関係ないんですけども、えー、こう行きたいと、はい、行きたいと思います。えー、室労ですね。奈良県の、えー、宇田の室労。またこれ山深いところですよ。えー、山奥山奥ですもうはい奈良県というのは海がない県ですから入、はい、っていきたいと思います。えー、で、あのー、年明けまあ正直この年明けになるかなとちょっともう今年はもう忙しいので。 日曜日とかもね動けないんですよ。ですんでちょっと年明けのまあ、お休みですね、土曜日曜かけてちょっと行って、えー、この水金靴探訪機を久々にあげたいと思いますので皆さん、全国1億1000万の水金靴ファンの皆様、お待ちしておいてお待ちください。まただしっかり水金靴レポートあげたいと思います。はいえー、そして綺麗に、ちゃんとですね、これはあの、 スマホうちのスマホで、僕のスマホでそのまま撮ってますけども、えー、昨日の映像なんかね、あれ、スポット、まあ、前のやつなんですけども、はい、一眼レフで、ね、動画をしっかり撮って、ですね商品の方も、えー、アップしていきたいなというふうに思います。ね、もう視聴回数を稼ぎましょう、皆さん、はい、稼げるのかなわからないですけども、えーと、まあこんなもんですから、はい、水菌屈田んぼ予告。 とということで今日はやあのすいませんちょっと時間あるんでじゃあスカーレットまで話を朝ドラえ朝ドラがね、えー、来年2019年の秋から2020年の春にかけて戸田恵梨香さん主演で、えー、NHK の朝の連続ドラマ「スカーレット」が決定しましたすごいもうすごすぎます すごすぎます。あのー、そのことをね、僕、ゴミ捨て行ってたいうて書いたブログに一緒に貼っつけた、えー、ごを捨てに行きますっていう動画が100回ぐらい再生されてまして、えー、まあ、多分それ、あれでしょうと、あの、ちょドラマの情報とかちょっと言うようにしちゃおうかなと、ドラマの話ちょっと言うようにしないかなと思って見てくれたかもしれないですけど、一切そんなこと言うてませんでしたので、あのー、ね、ちょっとだけね、あんまあ、すごいことですよ。スカーレット。で、まあ、あのー、 ね、NHK の朝ドラですからそれこそヒットしたら戸田恵梨香さんがもう紅白の司会紅、ね、組の司会になっても全然おかしくない話ですよだからねもうぜひですねあの話題にせーね話題のあるようにしなってほしいしまあねあんまりねあの脚本家がねあの蛍の光の人なんですよねうんまあ調べて <laughs> うん映画え あのしさ映画とかも撮って映画の「蛍の光」もあの方なのかな脚本家まあねあの「蛍の光」ほガ脚本家みたいな感じで調べていただけたらねこういいんじゃないですかねあのー、まあしがらみの女流サッカーたくさん今今もたくさんいますからねほんまにその映画の主人公のような、えー、方まああのー、映画ドラマの朝ドラのな時代設定は、まあ、あの高度経済成長期の昭和の、まあ、中期から。 にかけてっていう話でしょうけども今もあの信、ー、楽で、あのー、女性の方で若い女性の方で、えー、陶芸作家陶芸の活動されてる方たくさんおられますんで非常になんてかタイムリーと言いますか、えー、いろいろと信楽に住んでる人にとったらねそれこそ信楽に住んでね見る人にとったらねもうあのまるで自分のことのように感じれるんじゃないですかねもうあのー、同じ業界としてね嬉しい限りですよねほんとあのね。 一切流れてこなかったんですよまあ僕の言うてもえー、陶器業界陶器業界の、まあ、メーカーとして信楽焼にね,ねずっと暮らしてるんですけどもねこれ大したもんでね今回はね一切流れてこなかった朝ドラなんでもこんなあのー、それはね発表の1週間ぐらい前に決定したんで1週間後に発表しようかとかじゃなくて、ま、1年とかねあもっと言うたら多分去年の。 去年のそれこそ秋ごろからね、計画的に動いてると思うし、地元とか、それこそ撮影の地元とか関係者にね、接触やら調査行ってるはずなんですよ。一切流れてこなかったです、ほんまに。こんな流れてきそうなもんなんですけど、僕らも、まあ別にね、当時業界で大したあれでもないんで、流れても当然かもしれないですけど、働いてる人間としても、ほんまにあの制作発表で知ったみたいな感じです。はい あの誘致に動いてはった方はね、あのそれこそ行政の方で誘致に動いてた人たちは、ほら、知ってたかもしれないけど、大したもんですね、もう完全に観光令敷か,かれてたんでしょうね、こんな漏れてこないなんてことは珍しいですよ、ほんまに。まあ、あの嬉しい嬉しいですよね、いやー、スカーレット、ぜひで、ね、もうね、地元としてね。 やっぱもももう成功ししてもらわなないいとねダメなんでですよあーでも難しいです朝ドラでね朝のドラマでなかなか成功するっていうのをみんな簡単なように考えて簡単なように思えてめちゃくちゃ難しいですからね大こけしてる朝の連続ドラマっていっぱいありますからねそうなっちゃうとなかなかねこれがねあのー、せっかくねしがらきでやってくれるのにということにもねあるんで是非ですねあのー、やっぱりね内容ねドラマっていうのも内容が良ければもうその。 舞台も、舞台のうち朝ドラマ、朝の連続ドラマ、朝の連続テレビ小説なんか、特にそうですよね、内容さえ良ければ、勝手にも、あのもうなて言うんですか、話題になるし、もう素敵な場所やなということで、認知が広がっていきますんでね、ぜひですね、もうスタッフの皆さん、制作者の皆さんにはですね、本当に頑張っていただきたいと、もう私も地元の人間として、心から応援させていただきたいと、応援したいなというふうに思います。あ嬉しいな。 久々のねね本当にあの峠、ー、祭峠祭世界峠祭以来じゃないですかほんまに世界峠祭以来ちゃうこんな地元で信楽の地元でちょっと明るいニュースってねなか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 ,、ね、なかったからねこんななんかほんまにパッとね上にあのー、上がるようなニュースありませんでしたからね上司会理事です。ではねあのもう ヒゲを剃って、もうそのダイさんユーチューブに出て、なんか物を売ろうとしてる実験で、もう僕には考えられませんって言われましたけど、今日もヒゲ剃りませんでした。すいません。すいません。本当に。これを見て何人の人が水菌窟を欲しがるんでしょう。もう誰に向けてやってるんだと思うんですけどね。はい。えー、今日もヒゲ面で出てしまいました。ヒゲ面トレーナーで出てしまいました。はい。あ,あえずこの、はい。山の上公園、三条公園、え奈良県、 桜,えー、桜井市じ、えー、宇田市の方に行きますんで,、はい、で桜井市の,の神社のこの正常の音っていうのもですね聞いてこようかなと思います田んぼ機出しますんでよろしくお願いしますそれでは皆さん、えー、本日の第2の器チャンネルは終了でございます、えー、水銀靴田んぼ機お待ちくださいさよならバイバイ